来ましたね。来ました。いるいる。番長でございます。いいよ、オープンおめでとうございます。はい、というわけでアーバンアイランドソサエティ東京オープン、オープンおめでとうございます。いいよ、ふぅお、かわいい。ふぅラインナップがかわいい。好きな子にぜひプレゼントしてあげてほしいですね。昔のだからね、ハワイだとね、ガラスのクリアで、さすがですね、さすがですね。確かに、こうね、彷彿とさせますよね。はい、なるほど。これも俺の板じゃないですかね。もう、俺の板になるんじゃないですかね。もうですね。これ俺の板になるんじゃないかな。これジャンプ6ですよね、どう絶対見た瞬間。いいよ。ゆうきくんのサイズってこと？だね、これは。おー、カート、私が一番調子いいと。しかもストリングアウトしましたね。え、折れません。みんなで手作りで、これかっこいい。これですよ、きっかけは。はテイクイットハイヤーの PV のきっかけは、これでギター持ってサービスしてんの見て、うん、あ、歌ってないと思って、この人は、うんうん、どの番は、はいはい、ならば俺が歌っちゃえと思って、うん、歌い始めた。なるほどね。この写真がきっかけです。写真家は船木さん。これ船木さんなんだ。船木さんから全部お祝いを送ってきてくれたんだ。そう、これもどの番ね。これもどの番ですね、このスタイル。やばい。どの番フランケ・レイターっていう、うん、この色も可愛いですね。ツリーも多分面白いと思うよ、ユキは。オレンジの。この。代表の小林くん。よ、ちょっとぜひ、一言。東京オープンしました。皆さん、遊びに来てください。いや、遊びに来てください。東京に来るとき、また東京の方も。うん。で、今年もまた、さまざまね、なんかこう、第4回目の緊急事態宣言で、うん、なかなか外出にくかったりすると思うんですけど、うん、この夏はせめて山に海にね、うん、自然と戯れて、うん、アーシングして裸足で砂を歩いて、うん、体に溜まった、ね、電磁波電流をもう放出する、うん、そんな旅に出ていただきたいですね、うん、本当ですね。まずここに来てね。まずここに来て、やっぱり、ま、ここに揃えなくちゃ、旅の道具を道具をね。このチャンネルを見て来ましたって言うと、うん、マイコチャンネル見て来たよと言って、うん、言うと何かが来る。ここでは言わないけど、日によってね、すでにもういろいろプレゼントしてくれてるじゃないですか。そうなんですよ。キャップに T シャツに。いや、そうなんですよ、ありがとうございます。本当にいやいやいや、この YouTube チャンネルでもプレゼント企画を作りましょう。あ、そうしましょう。お、これで、はい、お、マジですか。オープン記念。オープン記念。オープン記念。すごい。いや、決まりましたよ。オープン記念。すごいすごい、マジですか。何をこれいただけるんですかね。ね、小林くん、うん、アーバンはあのデテックのツアーグッズのコラボでね、うん、ずっと。そうですよね。デテックのサーフクラブのマークももともと購入させていただいて、いただいたのこのアーバンからアイデアが。うん。前回キャップと T シャツをね、いただきまして、ね、はい、単価の高いもんね。遺産のこと以外にしまっていいですか。単価の高いもん、高そうなの選んだ方がいい。何が欲しい、みんな見てみて、欲しいもの言ってごらん。確かに、あ、こうね、うちのオリジナルだけになる。オリジナルになる、オリジナル。もう真ん中がオリジナルなんですか。そうだね、アロハバレンス。やっぱ僕が着てるこれじゃないですか。そうだね、僕が着てるこのサーフクラブの、あ、デテックサーフクラブのロゴ。お、こちらこちら、はい、じゃないですか。ホワイトとネイビーどっちも見ましょう。じゃあ、おお、見ましょう。
ありがとうございます。サイズはじゃあ当たった人のサイズでいいんじゃないですか。そうですね、うん、はい、当たった人のサイズで、うん、S っていう人は S、うん、M っていう人は M、うん、はい、そうしましょう。おおはざーす、素晴らしく、ありがとうございます、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、わかりました。3サイズ教えてください。住所の3サイズと LINE の ID を教えてください。俺が電話します。おお、それ面白いか。当たったよって。あ、そういうね、特典もね。で、彼氏いない人です。彼氏いない人限定。彼氏いない。あ、ちょっと女性、男性でもいいですか。男性は彼女いない人。OK です。独身、今回は独身のみの方に。独身のみです。はい、分かりました。こちらの寂しい思いをしている地味。そうですね、こちらの独身貴族の僕と僕から。はい、分かりました。 あれは T シャツですか、ロン T ですか。 T シャツね。はい、いやでもおしゃれなのありますよね。あの女ワンピースとかすごいいいじゃないですか。かわいい。オーバーオールなんかめちゃくちゃかわいいじゃない。オーバーオールどこなんですか。あ、すごい。何番のオーバではいます。週5でいる。店番してる日もある。時給で出るなら店番します。わかりました、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということでマイクロの Show me your food、今日はこちらスパゴに青山というよりも原宿ですかね。もう超老舗でございます、知らない人は田舎者だよ。どれがガーリックソースにするか。うわー、うまそう。バター風味か、はい、醤油風味か。なるほど。トマト、ホワイトソース系、スープ系。うわ、ちょっと僕ガーリックいきたいですね。やっぱガーリックです。おすすめですか。やっぱ一番最初に乗ってるから。これはね、このアサリとバジリコのガーリックソースでした。うわはい、私の大好きなツナのサラダでございます。ほほほほほほ、うわツナたっぷり。はい、アサリ、ガーリック、私のもの、あ、やってまいりました。アサリバジルです。うわうまそう。海苔が動ってるからね。いや本当ですね、温まって。これどういうところがあれなんですか。もうね、やっぱ老舗ですよ、うん、やっぱりイタリアでパスタもいいんですけど、うん、日本のシェフが作ってるっていう、パスタっていうだね。
ちょっと後ろ姿。あ、大丈夫です。うわぁ。ザルの大きさ見てください、ザルの大きさ。あのザルのデカさ。うわぁ。うわうわうわ、本当にザルの鉄する。いや、あの、釜もすごいっすね。じゃあ、いただきます。ぜひ、はい。普通に食べ方としては、もうチーズ。粉チーズバンバンですね。使い切っちゃいます。粉チーズバンバン。粉チーズください。粉チーズを基本はかけるってことですね。あ、それもいいか。なんか、ありがとうございます。じゃあこれ、それにしたい。ありがとうございます。なんかあのトマト系には粉チーズってイメージなんですけど、ガーリックにも行くんですね。全部。それ、マジですね。本当に。それぐらい粉チーズ入れてた。なるほど。めっちゃ美味しいんだよ、ここは。食べ方は綺麗に、そして小さく、小さく、小さく、小さく。うん、うん、どうですか。うん、結構ガーリック効いてる感じなんですか。効いてる、パスタは音立てちゃダメだよ。あの石田ニコルさんも僕もパスタで音立てるやつなりますから。インザハイツ組パスタもラーメンも音立てません。なるほどね、はい、ちゃんとこれも使わなくていいんですけど、イタリアではこれ使っちゃダメです。へー、行儀が悪い、ね、小さい一口で音立てない。もうっていかないですね、最後も。パスタ音立てちゃダメ。音立てずに食べる。ちょっとね、食事の方楽しみたいと思います。来なよ、こうここね、おすすめだからね。はい、はい、はい、というわけで今日はアーバンアイランドソサイティ原宿店オープンと、うん、今日は僕の原宿の大好きな、うん、このスパゴを紹介させていただきました。いいよ、雨にも負けず。梅雨ももうちょっとで明けますから、はい、次はもう海でしょう。そうですね、波乗りじゃない。うん、サーフィン企画ね。サーフィン企画、はい、やりましょうよ。 OK です。ですね。じゃあお疲れっす。